えーどうもエルカウキのエルウダです。はいどうもデルニャンシです。えー、はい、養ってあげると中学生誘拐という。うん、はいはいはい。えー <laughs> これニュースでめちゃくちゃ怖いんですけども。怖いねタイトルがもう。これがね怖くて、うん、まあ結構ねいろ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 今ニュースになってますけどあのー。 大あの,大阪からなんかのまあね無事相交番にね書き込んでこう助かってよかったんだけども、うん、まあ僕もね喋ったことあるかもしれないけど小学校の時に実は誘拐ミスやったことがあってちょっと体の大きな僕が小学校2年3年ぐらいの時に相手が小6、はい、中学生ぐらいかな、うん、でも厳密に分かんない俺子どもの時にこの人が何歳っても分かんないから、うんうん、もしかしたらいい大人だったのかちょっと分かんないんだけど。うん 全然知らない山の方まで連れてかれてそれも「今何してんの?」って言われて「山」そうだよ見たことないで「買い物です」っつったら「の僕と遊ぼう」って言われて「いや帰んないといけないんだよ」っ言ったら「家に帰んのと俺の百列パンチ食らうのどっちがいい?」って言われて百列パンチ怖くて多分百列パンチいう時点で大人ではない気がす確かにこれねちょっと分かんないよ45歳ぐらいかもしれない 十五歳で北斗の県世代からバカだね百列県があるからそれで見たことない山の方まで連れて帰かれて俺はそこにあるね木の葉っぱを10枚食べろっつって違う最初に「あそこ見せろ」っつって「であそこ?」とか言って演技したらさ「分かってんだろばっくれんなあそこだ」って言われてスパルタだなはいっつってすぐバって見せて「ちっちゃえな俺の見たいか?」っつれて「はい!」 アタックナンバーワンの世界みたいなその人がぶわって見せて大きいだろはい俺みたいに大きくなりたいかはいだったら給食残すな」なんでちょっとといいこ言って「はい!」っつって「よしいいぞっつって「そこの葉っぱ10枚食べたら帰っていいよ」葉っぱ10枚口に含んで「よし行ってよし」って言われて だ当然飲み込まず、うん、口にモグモグしたもはありがとうございましたっつって酒をぶわって出して帰ってえー、です給食結局割と残したから今もうチンコ小さいバカ, <laughs> バカ野郎バカ野郎お前なんでその人の言うこと聞かなかったんじゃないんですけどね<え>ちゃんとそういう不審者の言うことは聞くもんだぞ、うん、まあそういう怖い話ってありますけど、うん、一応ねツイッターの方でもねつぶやかれてますねはいえええ次郎の偽名で小六女児誘拐の容疑の男の事件、うん、一瞬 全次郎と思ってびっくりしたと母親からメールカッ笑いんでやねんツイッターでも僕を思い出したとのコメント何件かカッコ笑いまた吉本かって思ったかもですねかっこ笑いあれ笑い全次郎とごっちゃにされるので十分ですかっこ笑いとこれ大好きな一般の方ですかんかツイッターでましけどまあ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 偽造偽造全次郎さんがもういるわけですね。違いますちゃんとツイッターの 認証マークのほん当に気をつけなきゃいけないっていうのとあとはあのニュースだと出会い系じゃないかなんだかネットでなんか知り合ったんでしょ SNS を通じて知り合ったみたいな出会い系じゃなくてもつながれちゃうからね今ねゲームとかとかでもゲームでもそうだしなるほどねドラクエウォークもつながれるのいや特にないそれはあ話がないああもう一人で旅他の人とのやるモードもあるの 今のところはないね<ー>そういうあうんとね教頭みたいのはあるけど、うん、会話とかは一切ないそのうち何のかなパーティーモードとかさアップデートされたまああるんじゃないかこの先ねっいつらでもできるしょ馬車のモードとかね 今ろんに馬車持ち出す人とかね出てきたりとかまあまあまああるかもな実際にかぼちゃの馬車走らせたのは東国原さんのプロポーズの時ですからねかぼちゃの馬車で加藤玲子さんにプロポーズあれかわいいしんいちさんの結婚の時は白馬でしたかあそうなん白馬の馬車ですよね確かんバレーボールのボールと同じ色の白すごい意識してないですかねえ まあでもね無事にねよかったなと思うんですけどいやかったよね無もそして今日はね茂木健一郎さんがツイッターを更新されてましてお昼は汁なし担々麺ということでお昼は汁なしの担々麺を食べられたということが判明しましたわかりましたわかりましたこれは重要な今日一番大事なのは一応ねブログの方につながってましてお昼は汁なし担々麺っていうブログの方も見ましたら広島に今いらっしゃるのかななんか名物なのか 汁なし担々麺の写真を何個かあげてたんで、うん、なんか一部で脳科学界の渡部健って言われてるとか説明あったり <laughs> る、ね、あと汁なしの方が麺がさ束なってるのがこう脳の線に見えてくるな,、うん、なるほどねああシナプス,ナプスニューロンみたいに見えてくるんじゃないですかね覚えましたよ子供の時ああシナプスニューロンどっちがどっちか忘れたけどああねえー、そういうこともありました、うん、そしてね、えー、沢尻容疑者の元交際相手逮捕っていうね そうなんですかんかねあったよねそういう話もねそうなんだ30代のファッションデザイナー横川容疑者を逮捕したということでなんかねコメント欄にはね何がファッションデザイナーよみたいな書いてる人もいましたねなるほどねファッションデザイナーを名乗らないですしファッションデザイナーが書いてのかな同じ業界の あ薬物をファッションとして使っちゃダメだないやもう絶対ダメですからそれはね好つけちゃダメですからだからさそれもさ誰だっけな伊集院さんかなツイッターですばやかれたと思うけどは MDMA 普段はダメなものを写さないように報道やってるのに MDMA はカプセルでおしゃれなのすごい写しててこれ宣伝に見えるんだけどみたいなああんだったらおしゃれちょっとねそういう感じに見せてるからそれはどうなんだみたいなまあ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 そうかねほんとでね見ないほうがいいからな伊集院さんってさやっぱ名言 いいっぱいあるじゃんもうラジオずっとやっててまあまあそうよねその特にさ、うん、その毒にも薬にもならねえ話するやつがっていう言い回しあるでしょまさに、うん、毒にも薬にもならない薬のニュースそうですかう そんなこははね。伊集院さんで一回ね僕ちょっとお会いしてお話させてもらったことあるんですけどねこれを配信をもし聞かれた時にもう喋らねえってなられないことだけを思ってるかもな祈っていきたい思ってると思うよ伊集院さんは一応今日の今日の朝僕ラリー東田さんと YouTube 撮ってきてますんで一応僕お笑い関係の人ではありますそれは一回これダメかラリー東田さんなんて芸人に嫌われてるかバカ野郎バカ野郎そんなことないよ それも YouTube に乗るわけですかラリー・トゥさんが今 YouTube やってるみたいででね俺初めて知ったのでラリーさんが「エルカブキさんの YouTube 今1200人ぐらいいますよね」っていうの登録者ねいやいや1050とかだったと思うのでいないですよとか言ってたらさっき見たら1200人ぐらいいんだね今あ今急に100人ぐらい増えたのいやいたよいや増えたと思うなんかずっと俺毎日あげてるからさ見てたけどなんか多分ネタあげたら急に増えたのかないやそれはないと思う結構ちょ前から あだから多分そのタイミングぐらいだよでも、ね、俺ずっと見てたもん俺結構前から1200超えてんのにずっと1,050つってるな上田くんと思って、うん、他の芸人も1,200いってますよねって時に、えー、上田くん50つあげていや確か言ってたよなと俺も思ってるあ俺の表示の問題だったのかな多分携帯のあれかもしれないなるほどね俺の回数とかの数値とかの回数とかも急に増えてるもん、うん あれって思ってあなるほど前まで70とかだったのがいきなり200300とか言ってるからあれって思ってああじゃあちょっとねその俺なんか割とさ自分の見た数字を信じたいタイプなんでちょっと150人倒していきますなんで150人の携帯を捕まえて登録解除をしてきます腕十字決めながらほとんどあれ海外勢だぜあそうなんだそうだよ ええなんでそれもわかんのわかんないなんでねお前がこんなに、なんでこんなに信用するのかちょっとびっくりした全治郎さんの話してるからあーなるほどねはいはいほどなるほどまあ俺が信用するのか、デルイナーの話の相変わりづらい僕だったのかっていうのはこれは皆さんが判断していただきたいそしてね、城崎仁さん14年ぶりホスト復帰ということでえ、やんのえぇ これがね、やるの。あの相田たけしさんが亡くなったでしょ。ホストクラブアイ。クラブアイの早い亡くなる。今か。そうで相田さんがオンシで愛本店がなかったら白崎次郎誕生していなかったというようなこれインタビューで。自分でお店をまたじゃあ出すってことなの？あ、なんかね、そういうことね。クラブアイが、まあクラブアイっていうね、ホストのもう老舗のお店、まあ新宿になりますか？金メ町にだったかな？金のダルだったかな？金ですよ。えすぐ前にね、パネル撮れるパネル写真撮るねあるんですけど。 そこは老朽化を理由に来年6月をもって取り壊されるなるほどね新たにリニューアルオープンするとはいえ白崎にとってナンバーワンホスト時代を駆け抜けた同店は聖地のようなもの思い出の場所がなくなるのは寂しい今でも店に入る階段を下ると現役時代の辛かったことや楽しかったことなどが蘇ると考え深くああはい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 き何回も喋ってけど昔見たドキュメントとかさホストの人って最初トイレ掃除から始まるんだからねいやそうやねあの映像がもうねだから弟子っ子だよなもう弟しっこか だからもうねそういうもんなんだなと思ったらどこの世界行ってもトイレ掃除から入るそっかそっかうん。な伯爵ってね42歳現役オフスとこの配信にも僕らライブで出てもらってザ・ノンフィクション取り上げられたとあだって僕同期は白崎仁君って言ってたん俺もなんか悔しくなってあ僕同期ジョイマンってすぐ言いましたくしくもどっちも白い服を着てます そういうことでやねイメージないなジョイマンさんに白い服や高木君白い服着てるでしょいつも777の人白か白ですよ白で胸元開けてるんですいつもそうか胸元にばっか俺目いっちゃうからジョイマンさんとノンスタイルさんは白あ蓮舫さんああそうでしたか蓮舫さんと一緒に出馬した時の市井さやかさん白白ですね他に白がいた方はハッシュタグでよラジです願いください他に白いないですかね うん岸辺岸辺じゃないですか今ので「素」って俺が言わなきゃいけないのすげえつらかったあれ面白かったよ金属バットってさお笑いコンビのさあの矢をね m 1の準々決勝かなんか配信されたんけどあれ面白かったよんか途中でさなんかボケの小林くんかすごいしょうもねえこと言ってさまあそういう漫才あるじゃんであ巴友康ってロン毛の方がさ「おい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 ええかけにホワイト」っつってああヤポン好き だけどそれはヤポンスキーさんをいじってんのか何のかよく分かんないそのなんか適当に「おいおいおい映画にワイトって話が変わるんだけどいじってんじゃねえあいつなのか普通にラジオバンダリーだぜああ<ー>言ってたのが多分好きだぜでもさだとしたらレッドカーペット好きでいじってんだとしたら寒いな <laughs> やめろよ <laughs> 普通に言ってんのかなと思って多分いじってると思うけどなでもさ適当にもいいそうじゃないあいつらしょうもねえダジャレとかもやるじゃん<ー>どっちなのかなああどうと思うのね。 いい加減にキャッスルって言ったら完全にもう、ね、<ー>ヤポン好きですよ確かに来年に取ってんのかな来年に,に来年にキャッスルキャッスルを取って<ー>その場合はね 金属バッ先にやりますいい加減にキャッスル僕らはね漫才今年作った漫才のツッコミがぺこぱに似てるという説があってでぺこぱの1個前の出番で M−13 回戦で僕らがそのツッコミやって一部ネットではね潰しに行ったのかみたいな俺らの日大みたいな感じで書いてる人がいたんですけどもこの前ぺこぱと久々になって「準決勝おめでとう」って言って「俺らの妨害工作にめげず頑張ったな」って言ったら「妨害工作だったんですか?」って驚いて。 あれは、妨害工作ですあ言っちゃったよバラすなよお前違うわバラすな違いますね、たまに冗談わかんない人いると思うんで違いますよと文面面通り撮る人もいるし文面通り撮らせる俺の芸風も悪いしそう冗談冗談ですよってわかんないよね冗談かどうかわかりづらいんだよいやお前に言われたくないよほんとねえ ままあまあそんなことがね、うん、えありましたんで、はい、皆さんね寒くなってきたんであのお,からお体だけはご自愛いただきたいなとそ,うです、ね、そのように思っておりますもう12分超えたしわかりました終わりましょうといったところで、えー、また明日お聞きなさってください、はい、お願いします <laughs>